制裁強化です。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。G7 サミットでロシアへの制裁強化が決定。また、中国の債務の罠対策に日本は途上国支援に 8.8 兆円を拠出。どれだけ効果があるのでしょうか。6月26日から始まった G7 サミットですが、今年の会場はドイツ南部のバイエルン州の都市ミュンヘンからさらに南約100キロに位置するエルマウ城。このエルマウ城はオーストリアとの国境付近にあり、アルプス山脈の麓に佇む5つ星の高級ホテルです。今はロシアのウクライナ侵略に関する制裁の話で持ちきりなのですが、そのような中でも中国の一帯一路に対抗する途上国への投資支援の枠組みを作ることで合意しています。早速、ロシアのペスコフ大統領報道官、そして中国外交部の趙立堅報道官は予想通りの反応をしているようですよ。こちらではこのニュースの概要や考察、また海外からの反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。6月27日付、ロイター通信によると、G7 は27日、ウクライナと必要な限り協力すると表明。ロシア産原油の価格上限設定を含む新たな制裁でロシアの財政を引き締めると約束した。ウクライナのゼレンスキー大統領は G7 の首脳に対し、対ロシア戦争で数ヶ月以内に優位に立つための武器と防空システムを求めた。G7 の声明は、ロシアの侵攻に伴う急激なインフレとエネルギー不足が西側の制裁決議の試金石となる中、ウクライナを長期的に支援する用意があることを示す狙いがあった。声明は、我々は引き続き財政的、人道的、軍事的、外交的支援を提供し、ウクライナと協力し続けると表明。制裁の拡大はロシアの金輸出による収入源、軍事産業、ロシア軍に占領されたウクライナ地域にロシア政府が任命した役人もターゲットにすることになる。原油価格の上限を設定することでロシアのプーチン大統領の軍資金に打撃を与えつつ、実際にはエネルギー価格を引き下げることを目的としていると報じています。26日に開幕した G7 サミット冒頭で、日本、アメリカ、イギリス、カナダの4カ国は、ロシアの資金源を断つために、ロシア産の金の輸入禁止措置を行うことで合意しました。金はロシアの主要な輸出品で、昨年は約2兆円の売り上げがありました。世界が混沌とすると価値が上がる金。いつ紙くずになってもおかしくないロシアのルーブルを保有するより金を保有する方が安心だという理由で、ロシアの富裕層は金塊の購入を急いでいます。こういった背景だけでなく、ロンドンは世界の金取引の主要なハブであることから、プーチン大統領の資金源を断つためにイギリス政府が積極的に動いています。これに対してロシアのペスコフ大統領報道官は、貴金属の市場は世界的なもので非常に大きく、量も多く、多様性に富んでいる。他の商品と同様に、もちろんある市場が非合法な決定によって魅力を失えば、これらの商品がより需要のある場所、より快適でより合法的な経済体制がある場所に方向転換するだろう。と G7 のうちの4カ国が制裁したところで、金を必要とする人は世界中にいるから大丈夫と言っています。強がりだと思いたいところですが、確かにこの制裁、やらないよりはやった方がいいとは思うのですが、ロシア産エネルギーをインドや中国が買い支えている現状を見る限り、たとえロシア産の金の輸入を禁止したところで、一体どれくらいの効果が得られるのかはわかりません。そして何よりペスコフ氏の言うことをまともに受け取ることもできないので、何かしらモヤモヤしてしまいますよね。G7 としては何かやらなければいけない。でも、やりすぎれば共倒れになるという事実から、4カ国だけの金の輸入禁止でお茶を濁したのかも、なんて勘ぐってしまいます。それにしても、戦局が長引けば長引くほど、大国側が有利になるのは時代が移り変わってもやっぱり変わらないようですね。同じ26日には昨年の G7 サミットで提唱された途上国へのインフラ整備を支援する新たな枠組み、グローバルインフラ投資パートナーシップの発足を発表しています。バイデン大統領は、はっきりさせておくが、これは援助でも慈善事業でもない。これは全ての人に利益をもたらす投資なのだ、と述べています。この計画により、各国は民主主義国と提携することの具体的な利点を知ることができる、と付け加えています。バイデン大統領のこの発言は、中国の一帯一路構想への参加国が債務の罠にはまることを暗に批判しているのです。G7 は今後5年間、2027年までに総額6000億ドル、約81兆円の資金投入を目指すとし、岸田首相は日本がこのうちのおよそ 8.8 兆円以上を分担する考えを示しています。このような G7 の動きに間髪入れず反応するのはやっぱり中国。最近は欧文賓氏を多く見かける印象ですが、今回は中国外交部のミスター戦狼外交、張立憲報道官の登場です。前々からモヤモヤしていたのですが、この方たちはネタによって役割分担でもあるのでしょうか。例えば2020年10月30日付の人民網日本語版によると、この時点での外交部報道局は6人体制と書かれており、そのメンツは以前はおなじみだった華春瑩局長と5人の副局長たち。その副局長たちの中に欧文賓氏や張立憲氏がいるということで、他の方も画像検索で探したのですが、日本での露出度はかなり低い印象です。うっかり無駄話が過ぎましたが、今回の張立憲報道官は、一帯一路を中傷するな。アメリカこそが債務の罠の真の製造者だ、といつもの調子で切れています。いや、アメリカが仕掛けた債務の罠って何ですか？私はそんなの一度も聞いたことがありません。まるで自分のやっていることをそのまま相手に投影してしまう持病のようなものをお持ちなのでしょうか。張立憲報道官のキレ芸が目立てば目立つほど、私たちは聞いてるってほくそ笑んでいるのですが、翌27日には円卓に G7 首脳とミシェル欧州理事会議長、フォンデアライエン欧州委員会委員長が席に着き、会議が始まる前の報道陣による写真撮影を待っていました。最後に席に着いたイギリスのジョンソン首相がその場を和ませるつもりだったと思うのですが、ジャケット着たままジャケット脱いでいい？と言ったのですが、続けて我々は皆、ジャケットを脱いでプーチンよりもタフであることを示さなければならないと言うや否や、カナダのトルドー首相が悪乗りして上半身裸で乗馬する写真を撮ってもらおうかと、このジョークに便乗しています。最後にフォンデアライエン委員長が乗馬は最高よねと締め、和やかな雰囲気のまま写真撮影が行われたのですが、さすがフォンデアライエンさん。私にはまるで2頭の馬を操る名人のように思えてなりませんでした。このやりとりには首脳たちだけではなく報道陣からも笑いが起こっていましたので、ジョンソン首相のジョークが受けたことに間違いはないようです。ここで日本人として気になったのが、ジョンソン首相の隣に座っていた岸田首相がこのジョークを理解できていたのかどうか。いくつかの動画を確認したところ、岸田首相はニコニコしていましたが、笑ってごまかしていたとも言えますね。確かに今はロシアを下手に刺激しないことに越したことはありませんし、日本の立場はイギリスとは違うため、この対応はとりあえずは良かったと思います。あのバイデン大統領すら口をつぐんでいましたからね。以前はラブロフ外相とウォッカを飲み比べしながら議論したなど、親ロシア派と目されていた岸田首相だけに、ポーカーフェイスの裏ではきっと内心はヒヤヒヤもの。勘弁してよ、なんて思っていたのかもしれませんね。それはともかく、ウクライナのゼレンスキー大統領がいつものカーキ色の T シャツで G7 首脳会議にオンライン参加した写真を見ていると、ミシェル議長、フォンデアライエン委員長、そしてバイデン大統領以外はみんなスーツの上着を脱ぎ、ネクタイを外していました。まあゼレンスキー大統領の服装に合わせたのかもしれませんが、ひょっとしてプーチン大統領のマッチョアピールを意識したのかななんてあらぬことを考えてしまった私です。もっとも私は馬に乗るプーチン大統領より熊に乗るプーチン大統領の方がお気に入りなのですが。あ、こちらは Google 画像検索でプーチンライディングと検索すれば面白い画像が多く見られると思います。日本語でプーチンライディングで検索しても見れるようですよ。今回の G7 のニュースには海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。イギリスは差し押さえたロシアのオリガルヒ所有のヨットを売りに出したばかりです。これは素晴らしいことだと思います。軍事的な侵略に対抗するには大衆よりも富裕層の個人を罰することが最善の道だと思います。ロシアは賠償金のことを考えていないのでしょうか？彼らの頭の中は一体どうなってるの？この後、金の価格はどうなると思いますか？金は上昇し、ドルは下落するのかもしれませんね。このロシア産の金の輸入禁止令は何の意味もなさないでしょう。政治劇以外の何者でもありません。スイスがロシアから輸入した3トンの金塊と何か関係があるのかもしれません。イタリアって G7 に入ってるんだ。あのヨーロッパで一番ひどいフィアットという車を作る国なのに。誰がイタリアを入れたの？ロシアにもっと制裁を加え続けてください。オリガルヒだけに制裁を加えるのではなく、一般のロシア人にも制裁を加えてください。戦争への支持には代償があることをロシア国民にも知ってもらうのです。さて、同志たちよ、あなたの金塊がロシア製でないことを証明できますか？西側の制裁は全て裏目に出ている気がします。ロシアのパラジウムとプラチナを輸入し続けているのに意味あるの？この制裁。金は中国、インド、トルコに流れるでしょうね。バイデンは途上国のインフラに投資するより国内の途上国並みのインフラに投資してよ。中国が一帯一路構想に費やした額は4兆ドル以上。これでは比較になりません。中国は自国で人権問題を抱えているので、人権問題を抱えた途上国は中国には寛容です。アメリカは自分たちの優位性に挑戦してくる国がただ嫌いなだけなんです。もう手遅れだよ。中南米諸国でさえアメリカよりも中国を選んでいます。ロシア国内のすべてのマクドナルドが閉店し、6月12日に新店舗、フクースナイトーチカ、美味しい、それだけが再出発しました。ロシア国営タス通信の6月27日の記事によると、ロシア国内の中小企業の経営者と従業員、1617人にアンケートを実施したところ、77.8% がマクドナルドを改名したのは悪い考えだったと答えたそうです。新ブランドを支持する人は 13.5%、そしてわからないと答えた人は 8.7%。ロシアの一般的な国民は普通の感覚をお持ちのようですね。それなのになぜあのような独裁者、モンスターを生み出してしまうのでしょうか。マクドナルドで働いていた人の雇用を維持するために新店舗として再オープンしたのですが、味に不満な方も予想通りいたようで、お店の名前、美味しい、それだけをもじって、悲しい、それだけと SNS で嘆く方がいたという話も伝わっています。でもまだハンバーガーは食べられるレベルらしく、噂ではシェイクやナゲットはほぼそのままの味だとか。在庫なのかもしれませんが、安いと銘打っていた価格は割高になったという声も上がっていることから、国民にとってのメリットはあまりないようです。このままいけばずっと営業し続けられそうなのですが、一体こちらもどうなることやら。まあそんなことより何をおいてもロシアに成功体験を持たせることが西側諸国、特に日本としては一番まずいことなので、ロシアが劣勢のまま早々にフェードアウトしていくことを今は願うばかりです。皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。